皆様こんにちは。ジャズをやりたい知りたいあなたに今日はこれだけ覚えましょうというワンポイントレッスンをしていきたいと思います。今日はレッスン第1回目、ディグリネームについてお伝えしたいと思います。ディグリネームというのは皆様ご存知でしょうか？ディグリネームというのはこういうものです。和音記号、クラシックで使う和音記号ですね。一度の和音プラスコードネームの後ろによくついてる三角七だったり、シックスだったり、マイナーセブンだったりっていう記号のことをディグリネームと言います。これはもともとクラシックで使う一度の和音、二度の和音、三度の和音というローマ数字で表したものを、ポップスジャズでは4和音基本ですので、こういうコードネームで C メジャーセブンとか D マイナーセブン、E マイナーセブン、F メジャーセブン、G セブン、A マイナーセブン、この串刺しがありますね。 B ハーフディミニッシュと読みます。 B マイナーセブンフラットファイブと同じことなんですけれどもね、こういうコードネームと和音記号を合体したのがこのディグリネームというものなんですけれども、これはとっても便利で、何番目の和音かっていうことがまずここで分かります。それでコードの種類が分かるんですね。三角セブンというのは、例えば波長調の場合、トから長七の音をつけて C メジャーセブンというコードっていうことが分かります。例えばシックスだとルートから6番目の音 1,2,3,4,5,6 C6 っていうことが分かるわけです。2度マイナーだったら2番目の音から始めて、これは単7の音がつきますけれども Dm7 っていうのが分かります。で、これは何調と指定してあるわけじゃなくて何調でも使えるので、例えば今波長調でありましたけれども、これがヘ長調になったとします。そうするとファソラシドレミファの1度の長7の音がつくと F メジャーセブンに変わります。だから先ほどの C メジャーセブンと F メジャーセブン、メジャーセブンっていうのは同じ響きですので、なんか明るくて爽やかな感じしますよね。2度マイナーセブンですと、例えばヘ長調だと2番目の音はソなので G マイナーセブンになりますけれども、先ほどの D マイナーセブンとマイナーセブン、柔らかくてちょっと寂しい感じっていうね、マイナーセブンの響きが出ます。 E マイナーセブン、3度マイナーセブンね、波長調の場合ですと。ヘ長調だと A マイナーセブン、マイナーの響きですね。まあ、メジャーセブン、シックス、続七は一緒です。続く感じに。6度マイナーも、まあ、波長調ですと柔らかくてちょっと寂しい感じ。ヘ長調ですと 1,2,3,4,5,6 番目だから D マイナーセブンになりますけども、柔らかくてちょっと物悲しい感じですね。で、7度のハーフディミニッシュですと、波長調だと 1,2,3,4,5,6,7 単7がつきます。暗いですね。もう一つ暗くするとディミニッシュって言うんですけどもね、はい、ここではマイナーセブンフラットファイブ。ヘ長調ですと 1,2,3,4,5,6,7 番目の単7度の音なので E マイナーセブンフラットファイブというコードになります。ということなので、このディグリネームを使うと何調に行っても使えるので大変便利な記号となります。ジャズの人たちはこれを使って曲の構成を分析したり、移調するときにとっても必要な記号となってきますので、ぜひ皆さんもこれからディグリネームを使って曲の分析や移調頑張ってくださいね。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございました。ディグリネームをお伝えいたしました。